田中将大、3勝4敗、防御率 4.24、 奪三振率 5.97。 率直な感想、200勝無理そう。その前に楽天がなくなってそう。ようやってる。今の楽天を象徴するしなしなぶりやな。上がり人みたいなもんだし、記録まで付き合ってくれ。最後は地元の球団に来いよ。やたら巨人に行かせたい新聞があるみたいやが、楽天で忖度してもらえないと200勝できなさそうやな。年俸次第やけど釣り合ってないよな。年俸1億2000万ってどこか。早ギア上げろや。ピンチなんやろがい。ヤクルトならエースやから来てくれ。ついに防御率すらも見られなくなったか。コンオフで引退かな。来年は楽天の監督就任やな。200勝取らせて引退ってコース。今日で防御率めちゃくちゃ悪化したな。でもまだ 4.24 なんやな。もうとっくに5超えてるかと思ったわ。球威衰えた上に制球もあかんくなってるぽいな。ダルとなぜ差がついたか。ようやっとる。安定はしとるし、裏ローテ要員で必要やろ。楽天って若手が全然出てこないイメージだわ。松井もいなくなるのに三振取れないのが衰えを裏付けてる。トミージョンしとけば。いつも悲壮感漂ってるなこいつ。衰えたか。